分かち書きがされた英文の日記分かち書きとは文章において語の区切りに空白を挟んで記述することである。分かち書き、分かち書き、分かち書き、文書とも表記する。分別書き、ち書きとも。日本語は西洋語と違って通常の文章では空白によって語を区切ることはない。日本語の通常の文章はかな漢字混じりなので漢字。 カタカナ、ひらがな等の文字種の違いや、句等点や中点によって、語や文章の区切りを識別する。しかし、句等点をこのような目的に使用するせいで、文構造や就職関係、節の切れ目などを表す機能が曖昧なものになっている。句等点をつける厳密な条件は決まっておらず、また一種類のみの文字種で構成された文章では、文章はこの区切りを誤りやすい。 単語の区切りを誤って読むことは、ギナタ読みと呼ばれる。例えば、という文は、孔子、丸やサイチと、公詞丸や菜イに読める可能性がある。その場合、それぞれ、と分かち書きをすれば、孤独の可能性はなくなる。分かち書きをしないことにより、日本語はコンピュータによる検索や、個数チェックなどのデータ処理が非常に難しくなっている。単語ごとに区切る方法もあるが、 文節ごとに区切ることが多い。日本語の文章において、この区切りに空白を挟んで記述することは、となる。なお、日本語版ウィキペディアでは、人名の名字と名前の間に空白を入れるほか、短歌、俳句など、詩歌の作品の節目にも空白を入れるような措置が、取られている。短歌、俳句、川柳では通常、分かち書きはしない。これら詩歌においては分かち書きに生ずる空白は、 朗読の休止など文学的表現上の意味や意図を持ってなされると、みなされる。のように全てから書きであっても分かち書きをしない。のように分かち書きがある作品は、空白部分は朗読を休止するものと解される。日本語の展示は金文字体系で表記されるので、墨字から点訳する場合は分かち書きをする必要がある。基本的に文節ごとに区切るが、左辺同士、するや、 複合名詞の対応などは展示独自のルールがある。例えば先日の例文を展示式で表記する場合は以下のように記述とするを分けて書く。韓国語と朝鮮語でも日本統治時代に特に普及した漢字ハングル混じり文の場合は不要であったが現在一般に普及しているハングル専用表記の場合は分かち書きを必要とする。そのため日本語の分かち書きと同様 ほぼ分節に当たる単位で分けるのが普通である。朝鮮語の聖書法、ハングル専用文と漢字ハングル混じり文を参照。ラテン文字を使用する言語では、語と語の間にスペースを置くことが多く、日本ではこれを若地下書きと呼ぶことがある。古典ラテン語では若地下書きを行う習慣がなく、中世に至って若地下書きが普及した。若地下書きは6世紀の頃に、 アイルランドで発明されたと見られており、ヨーロッパ大陸で普及したのは8世紀から10世紀にかけてである。ありがとうございます。